キン前1分で作る、おでんうどん弁当をご紹介しますじゃよ。今回のお弁当は、超豪華ですが、総額234円で作れますじゃよ。貧乏人のくせに何弁当なんて作ってんだ。娯楽はねえのが一番安いんとちゃうんか。工場の水道水飲み放題なんだからたらく飲んだらんかい。二日酔いのくせにうるせえんだよ。普通のやつは頭が痛くて元気ね。午前中お疲れ様でしたじゃよ。耐熱容器にうどんを入れます。そしてマイバスケットで買ってきた198円のおでんのスーピーを入れますじゃよ。もちろん具材も入れますが、茹で1ピーは爆発するのでレンチンできませんじゃよ。500ワットで7分レンチンしてくださいじゃよ。7分だ。そんなに待てるかよ。みんなもう食ってんだろこら。茹で1ピーにすき焼きのタレをかけて食べると美味しいですじゃよ。レンチンが終わったので熱々のうちにいただきますじゃよ。おめえなんですき焼きのタレを持ってたんだ。こらったねえ。新聞に包んでなかっただろ。すき焼きのタレぐらいでガタガタうるせえんだよ。社食のおばさんに借りたんだ。こらこれなら文句ねえだろ。私の納豆のからし取ったのおめえじゃねえか。何堂々とおでん